皆さんこんばんは。ゲームマスターの土田アップルタルトです。本日お集まりいただいたのは他でもございません。皆さんに命がけのゲームをしていただきます。地声でいきます。私の企画なんですけど、泥酔人狼、ルールを簡単に説明します。普通にワンナイト人狼を起動します。配役をし、人狼だったものが別室でこのニッカウイスキーをジョッキのこのラインまで飲まなくてはなりません。もちろん誰が飲んだかわからないように工夫してありますのでご安心ください。つまりは人狼が酔っ払った状態で普通に人狼ゲームします。今日お集まりいただいたメンバーの中には、このニッカウイスキーにトラウマを持つ者や極端にお酒の弱い者、無差別にご用意しております。誰が酔っ払いの狼となるのか、めっちゃ不利じゃん。それを皆様には客観視していただきたいと思っております。最悪だよ。土田アップルタルトです。はい、やっていこうと思います。やりたくないです。やりたくない。誰だよ。はい、お前もかい。判明してほしい。やりたくありません。5分の1でしょ、人狼。めっちゃ緊張するわ。初めてのお酒企画じゃない。なんで。めっちゃに浮かない顔。人狼がベロベロならどうなるのか、すぐ終わるだろうな。始めていこうと思います。はい、覚悟はよろしいですか。いやです。はい、よろしいですか。いやです。いやです。始めます。はい。うわせん越ながらゲームマスター私が一人目配役確認してまいりますので、やりたくないです。こんにちは、ゲームマスターの土田アップルタルトです。本当に嫌です。ウイスキーでどんな思い出ある？キヨテンとホイホイにウイスキー茶漬け食わされた。でっかいツルトンタンみたいな器、うん、ソファーがあってその真下に置かれちゃう滝のようなそれ言うの顔です。ピント合ってるかな。まあいっか、底辺 YouTuber なのでそこのルールは曖昧で、ちゃんと5分後に帰るので。段ボールの中にウイスキー入れてるので、こうやって村人だった人がこの部屋に来ても誰が飲んだかは分かんないっていう、そういう工夫です。はい、某友達の家でウイスキーの狂月割りをみんなで飲んで、割れてないよっていうね。うわうわうわ。ギーユなんかもう風呂場でね。まあそうね。私ゲームマスターの土田アップルタルトが酔っ払っては、今宵のパーティーを取り締まる方はいらっしゃらなくなることが懸念されておりますので、ですからして、これは必然的な運命。この道の先に何があるのか、私シラフで見届けます。お、うん、飲んでてくれ。息が荒いぞ。行ってきます。はい、行ってらっしゃいませ。なんか、いや、目赤く目なの。いや、そう、充血させてんの、わざとか。うん、やってまいりました、ホイホイです。ていうか、5分程度じゃ太陽出ないからな。赤ちゃんもう赤くない。本当に赤いんですけど。マジで人狼だけは嫌だ。昨日ね、お昼までもう二日酔いでマジで二度と酒飲まんってね、誓ってたんだよね。そしたらこんな企画だよ。マジで最悪。いきます、頼む。人狼以外やめなぁ、頼む。次のプレイヤーに、まあ、あんまりほよいね、顔は感じたけど、お目をつけていきたいと思います。そのバラのコンセプトは、おかえりなさいませ。なんでお面つけてんの。お面だってな。ウイスキー茶漬けを食べたのって誰だっけ。俺トラウマなんだって。だから茶とは何。行ってきます。はい、こんにちは。緊張してます。今回紹介させていただくジャンプコミックスはこちら。寄ってね、これ鳥山明。あー、作劇場。よし、はいはい。なんでこんな企画を最後に持ってきたんだろうな。私の企画にケチをつけるおつもりですか。あそこに書いてる。ここ全部食いでしょ、レンジでしょ、うんちしたいだなかったし。でも、はあ、気持ち悪い。おや、戻ってきた。来たな。ようで。ゲームマスターは一人だ。うん。あれ山根さん、行ってらっしゃいます。バイバイ。こんにちは、山根です。今から見ます。はぁ、最悪だ。はぁ、お帰りなさいませ。そんなんて惑わされんよ、全然。あー、やだ。マジでやだ。あー、
やだマジやだ。もうここ全員自分の知ってんのか。そう、そうだね。あー押したいと思います。絶対無駄だよ。あっちに言うたよ。挨拶どうしようね。やっぱそのこんにちはとまた今度でいいんじゃない。じゃあまた今度。じゃあまた今度は割といいよね。いい。じゃあまた今度いい。パクセロイ、パクセロイ、チョイソー。はいはい、ねえ違いますどうもね。はいはい、ねえいいだろ。ちょっとトイレ、トイレ。おかえりなさいませ。ちゃん白いな。真っ白い、顔色白い。全白いよ。役者が揃いました。人狼がいるかどうかを確認してまいります。マスター、ふざけるな。早くしてます。お前だったのか。リベブレカイネ。この村に人狼がいます。フェイスオープン。いやこれ壁面で流れちゃうな。ドンドン。カメラでは分かりにくいけど、あれ？じゃあ話がスタート。いやいやいや、色は赤い。ここは太陽違う気がするけど、いやこいつもベロベロに酔っ払って白くなるんです。どんだけ緊張なくなっとんねん。饒舌。安心で喋ってた。赤い。いや赤い色よ。やばい赤い。赤いっていうかなんか茶色い。ここ聞かせたいな。はい。占い師。占い師だったんです。おお。さっき T めっちゃ怪しかったんだけど。占い結果お願いします。はい。モカちゃんに、うわ村人やった。山根村人でした。モカちゃんに、モカちゃんに、モカちゃんに、山根村人でした。いや俺か T いやそうだよ。山根とモカちゃんお酒弱いんで結構顔に出る。あ、うわ普通にホイホイ見ればよかった。本当に占い師か。こいつの態度よ、さっきから。恥ずかしいな、じゃあお前。ちょっと顔色もおかしくてずっと騒いでたのに占いで村見たって。なんかもっとキモくなるんか。ちょっと顔見ていい。カメラに映んないやつ。あれあるか。あれこいつさ、こいつ、いや俺ちょっと申し訳ない、一緒に住んだから分かるけど、酒飲んだ後の顔こうだよね。うん、いやちょっとまあ分かんねえなーって。マジで分からん。お茶なんかさ、とんどパクセロリアスのことじゃん。いやドン決まったんじゃない。でも太陽ドラ怪しくない。太陽なんか目がさ座るっていうかさ。座ったかもしれん。今が12月29日、今年で一番嬉しい。違うわ。違う。ホイホイです。おい、ホイホイや。可能性もあるだろ。こいつなんか元気になっちゃう。俺だってまだ分かんないもん。一瞬も分かんない。なんだそのアリバイ。なんだそのアリバイ。分かんねえ。世界初のアルバ、アルバイ。アルバイ。アルコールのね。アルコールアリバイ。熱が回る。タイは口臭いからな。アイコス。僕の息じゃない。多数決の開始いたします。この村の人狼は、あ、ちょうど終わった。おーすごい、すごい。せーの、私くしでございます。はい、人狼の方お手をお上げください。はい。うわーい。視聴者がこれつまらん。一番つまらんやつが飲んだよ。酒飲んでるか飲んでないか分かんないが、くそ。普段ね、ホイホイは別にお酒弱くないんだけど、シンプルにウイスキーがマジで飲めない、苦手。占い師失敗です。ということは、視聴者の方にとっては何も面白くない結果となってしまいましたので、これからセカンドゲームに参ります。2回戦はなんだかんだって山根でした。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。ブツバスガスガス。じゃあ、1の段時間もだけや。ここから重大発表に移ります。サードゲーム用にご用意したお水。ちょ、喉乾いた。こいつマジ、ね、本当に言ってんの。おいしい。ここからが本題です。視聴者の方もうすうす気づいてるかと思います。お酒の量が足りません。いやそれはちょっとね。サードゲーム
3倍コップに引きましたラインの3倍お飲みいただきたい。3倍 ?2 じゃな、2でも多いと思ったけど。黙りなさい。私はゲームマスター土田アップルタルトです。もし人狼が負けたら残りもお飲みください。3倍とてまだ瓶に残ってると思います。負けた側、つまり人狼がバレてしまったらその残りも僕らの目の前でお飲みください。人狼は命がけで臨んでいただきたいと思います。サードゲームスタートです。電気をつけなさい。水はあるでしょ。飲んだよ。人の気持ち考えてないよ。考えないよ。考えてないよ。だって俺ゲームマスターだもん。壊れちゃったゲームマスター時計。ぶん殴ってよい。99 59。何時？飲みきれないと思う。マジで飲みきれず戻ってくる。ごめんなさい飲めませんでしたって言って土下座して帰ってきて。サードゲーム確認してまいります。バカだよ。なんだとこの野郎とは言ったもののですよ。私も本当に緊張してます。これがあったらいける。確かに。そんな違うんだ。全然違う。無理だ。でまあでもこの動画終わらせるには3しかないと思う。確かに2じゃダメだな。お酒、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 お酒も楽しいぞ。入ってるよ、兄弟。入ってるよ、水飲んでんの。入ってる、入ってる。いやマジで行きたくない。みんな元気？この施設トイレどこ？ご案内しましょう。ゲームマスター。あ本当。飲んでねえな。飲んでないと飲んだら多分無理だよ。うぜえ。まともに喋る。おかわり。おや？待ちくたびれましたよ。これ答えてない？うん？3倍はさすがに。答えてないよ。母ちゃんね。答えてないですか？答えてないですよ。怪しいです。あやだマジでこれ。ああ、やんなってきたわ。あ、妻みてえのやついるわ。飲んでなさそうだな、二人とも。うわ、マジでやだ。もうやだ、もう本当にやだ。人が苦しむ姿、喜び、喜び。おかえりだ。いや、飲んでるの？飲んでたとしたら、冷静すぎ。全然マジで飲んだね。飲んだか。まだわからん。こうなるよ、多分。飲んだ、やった。飲んだな。リーダーどうした？寒気がしてる。ちょっと待って。こいつかっこいい。いやわかんないわかんない。お兄さん夜明けまで耐えて。あじゃあキヨちょっと水飲みたい。まあまあね。まあちょっと飲もうか。いや別に休憩でね。休憩のね。もうちょっとトーン落とし。ストーブ消すか。ストーブ消すか。水でもつけて。じゃあ寒いんだね。あ、おかえり。お、解放されたからね。ちょっと。うわ、面白い。今ですね、現状を説明すると、京天先生が大量に水を飲みました。またこの辺にやってきました。見てみたいと思います。ちょっとあの緊急かなと思ったんで、まあ終わりました。おかえりなさいませ。サードゲームの配役が完了いたしました。平安村か否か。あ、ごめん。 ごめんって何？確認してないか。水欲しい？あ、出てる。おう、うん、なんと、はい、平和村の証が存在しました。よってこの村は平和村ではございません。ん？え？うわー、空のブラックニックウイスキー。え？空なの？3杯分はもしかしてあの量だったということでしょ。え、マジ？この村に人狼があります。飲み干したの？皆様、お顔を拝借。うわ、いや面白いぞ。え、誰だ？キヨちゃんどうなの？どうでしょう。赤パジャマ、黄パジャマ、青パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄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 パジャマ。絶対ひよってんじゃん。わかんないわ。ホイホイから重大な発表がございます。何？
私ホイホイスーパースピリチュアル占い師でございます。なんだよ。ここでスピリチュアルホイホイがスピリチュアルホイホイが皆様の選択肢を絞って差し上げましょう。いや手がかりゼロだからね。村人な。そっち見たのか。潔白の方がいらっしゃるよ。そういうことです。ではスピリチュアルホイホイがスピリチュアルした方を今から発表させていただきたいと思います。スピリタスしてください。スピリタスさせていただきます、はい、スピリチュアルホイホイが何回言うのよお前。スピリチュアルって一生分聞いた。ダダ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 ンティウ。ゲームマスターは村人でした。ということは後半3人が地獄を見るということですね。これは非常に面白いゲームです。ティウとホイホイが白ということで頂上決戦でございます。全員無傷じゃ済まないと思う。さっき一杯飲んでるし、二人ともね、ドラマがある。七一が七、七二が二、七五三十五、七六四十八。ジュゲム五個のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚マーツの運魚マーツの食うねるところに住むところ、ヤブラコウジブラコウジ、パイポパイポパイポのシューリンガムのシューリンガムのグーナンヌのグーナンヌのポンポコピンの超つけべー。最終決戦です。今宵のデスゲーム、泥酔人狼、誰が酔いどれ狼だと思いますか。せーの。キヨちゃんでしょ。絶対飲み切るキヨだから。あ、でもちょっと待って、雫残ってる。ちょっとキヨそんなセンチュリースープみたいに歯に当てる。では人狼の方、お手本をお上げください。マジで。え、嘘やん、あいつ演技。よっしゃ、村人でした。アイデアの接着剤。めちゃめちゃすごい、線がすごい書いてあるね。一時でまだ飯食ってないからね。努力してます。じゃないとあれぐらいできないですからね、編集。付箋が貼ってあったんだけど、どのようなデザインにしたいかという考えもなく、とりあえずパソコンの前に座ってしまうこと。今宵のパーティーでは人間の美しさを存分に見ることができました。また次の夜でお会いいたしましょう。体育館ポツンと祖母でした。待って、ずっとニコニコしてる。やめろ。布団持ってきたっけ。布団、ちゃんの布団。水よ。何もしてんねえ。やばい。採用できないレベルでやばい。飲みたいよ。2、3、4。体育館そぼ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